さてジープでね移動しようかな。お昼ご飯時やな。なんかお昼ご飯食べに行こう。暑いけどね、この間日本帰ったばっかりやからね、全然へでもないです。この暑さ全然余裕。割と混んでるな、なんか道が。まあ、僕が行く方面はあんま混んでないけどね。金曜日のあれなのかな、でも今は1時くらいやもんな。そんなになんで混んでんねやろ。割と車多いですね。なんかここはどこ渋滞する。で車は10分ぐらい走らせてね、着きました。ちょっと僕どこにいるか全然わからないけど、なんかちょっとね住宅街みたいなところにやってきました。で今から行くところはね、僕の同僚ダラス出身のね同僚がここ行った方がいいよって言ったから、ちょっとねチェーン店やねんけど、このコーチーズタコって言って、結構地元で有名なタコス屋さんかな。これね、これここにね行ってきますよ。結構ね何店舗かあるみたい。どんな感じなんやろうね。この海岸にあるスモーシャックっていうのも気になるな。何やろ。ヤングタコって書いてるけど、テキサス風に言ってみてみた。ギタートレーラーパークっていうタコ、なんかフライドチキンみたいな上に乗ってんのに、ちょっとこぼれちゃってるな。まあいいか、食べます。なかなかこれ1個ペロッと食べれちゃうね。結構軽い。でもね、この辺りにちょっとダラスのハンバーガーチェーンちょっと行ってみたいなと思うから、ハンバーガー食べに多分スペース残してきます。さて、はしご飯2軒目に行くよ。いざ高速に乗っていくよ。気持ちいいね。やっぱ車借りてよかった。よし、着いた。ここワンダーウーマンじゃないよ、ワラバーガーっていうねバーガー屋さん。この辺でね結構有名なチェーンらしくて、ちょっとねこれはサンフランシスコのスーパードゥーパーを抜くか、食べ比べしてみようかなと思います。こんな感じ。なんか結構デザインが可愛いね。こういうのレトロでいいよね。昔のマクドナルドみたいな。当たり前かもしれないけどね、ダラスはね物価がサンフランシスコでも安いね。これシェイク、キャラメルシェイクやって、飲んでみよう。これねちょっと甘すぎてあかんわ。めちゃくちゃ甘い。でこのなんか包装とかもなんか可愛くない、なんか昔風なの、かなりレトロな雰囲気があって、ね、僕はねバーガー店行ったらねポテトがね結構ね気になるんですよ。ポテト美味しいとこと美味しくないとこってあるよね。ワタバーガーのね開封動画、チーズ入れてもらったけど、ワタバーガーウィズチーズ、ね、これはちょっと見た目はね、ちょっとスタンダードなハンバーグって感じ、うん、これあれですね、まんまマクドナルドほんま、なんかここまで煮立ってるってすごいと思うぐらいまんまマクドナルド、ただ大きいってだけ。いわゆるね、フォートワースっていうとこがね、僕が想像してる昔ながらのテキサスって感じらしいから、今から行ってきます。フォートワースに着きました。だいたい1時間ぐらいかかったかな。おお、なんか左側に、すごい建物が。あれはシティホールかな。なんかすごいね。おお、なんかすごいカウボーイが出てきそうな街になってた。なんかアメリカの田舎町って感じやる。いい感じ。こういうとこをね求めたんですよ。なんかすごいウエスタン調な感じで、あ、すごいすごい。ここほらレンガ張りになってる床が。あ、でもちょっとさびれてる感じが、あ、いい感じやな。ちょっとこれ外出て散歩してみよう。フォートワースのストックヤード、ここめっちゃ面白そう。すごいすごい。いや、ここはねテキサス観光といえばここみたいな感じですね。なんかロデオとかやってんちゃうかな。なんかねストックヤードって言ったらね、どうやら牛を売ってる
牛市場みたいな感じになってみたいな、カウボーイの間でなんかちょっとそれライブでやってんのかな、生きたままですよ、あれ殺してじゃないけど、すごいね、見てこれ、うわーテキサスって感じ、なんかすごい、なんかカントリーミュージックが流れてきてる、生バンドやねこれ、ちょっと見に行こうか。お、ロデオショーもやってるみたいね、なんかでも8時からか、夜ね、あ、ライブバンドじゃなかった、お、なんかでもロデオショップやってる、ちょっと見てみようか。すごいね、カウボーイハット、でも案外これ被ってると見かけないな、ここら辺やったらいっぱいそうだけど、ダラスの方にはいないのかな、結構硬い、小さい、何回頭でかいから入らない、こんな感じ乗っかってるって感じ、小さいな、結構捨てようかな、これすごいね、テキサスの人は順に誇り持ってるって感じ、カウボーイのおじさんいた、すごいね、ほんまもやね、ヒゲがすごいよね、はい、これすごいね、テキサスロングホーンっていうやつかな、初めて見た、この動物園にもいないよね、こんなの、すごいね、これこの角結構でかいよ、これ乗せてくれるっていうやつなのかな、あ、ここにもいた、この子の柄面白いね、なんかまだらになってて、なんか見事なまだら、すごい、さっきの牛の隣にいたね、お兄さんがね、ハイディーンって言ってた、ハワイドゥインのことをハイディーンって言ってた、テキサスなまりやね、なんかどんなね、面白いここ、なんか観光客にバッチリ、お、メイズやって、迷路ですね、なんか子供を連れて行っても結構面白そう、ペッティングズーってあれですよね、動物を触れるような場所、小さい子供とかにね、ちょっと戻ろうか、なんか暑い、でもね、カラッとしてる、あんまり湿気はないな、ここは、なんかモワッとはしてない、カリフォルニアの暑い日みたいな感じ、なんかね、こういう店がさ、ずーっと並んでる感じ、面白い、ここ、わー、気持ちよさそう、このミスト、バーになってんのか、何やろ、ここ、なんか、商業施設になってる、探検してみよう。ここ気になるね、テキサスホットスタッフって、アルマジロとかいるんですよね、銃がテキサスのアイデンティティなのかな、こうやっていっぱい銃の置物があるね、ここあれやね、テキサスのフィッシャーマンズワーフ的 なんか観光客が来て喜ぶような場所やね、多分地元の人はね絶対来ないね、こういうところ。でも僕みたいな人が行ったらめっちゃ楽しい、おー、なんかカウボーイ風の人がいっぱいいる、あの人とかもね、お馬さん、ここら辺の店とかもカウボーイとか普通に出てきそうですもんね、なんか店の前で果たし合いしてそうですもんね、二人のガンマンが、すごい、このサルーンとかすごいね、なんか雰囲気があって、このぶら下がった信号は多分カリフォルニアにはないな、なんかこれがいい感じ、ニューヨークにこういうのあったような気がするけど、わーいい感じ、なんか至る所にカウボーイハット屋さんとかがねあるね、ここめっちゃ雰囲気あるね、これこれこれも、あ、バーかな、なんかねやたらバーがいっぱいあるな、ここのねフォートワーストックヤードすごい面白かった、